はい、皆さんのお天ともです。有心ゲージの実況となります。先ほどねガトの登場に浮かれていたんですけども、もっと浮かれる出来事がありました。見つけちゃいました。こちら最新情報アップデート、ガシャ交換ポイントの変換アイテムの変更について重要なお知らせとなっております。いや、これはマジで重要でした。ちらっと見たんですけど、はい、こちらとなります。はい、ね、ガシャ交換ポイントってね、残ってるとスキップチケットに、ね、変換されてましたよね。で、最初の頃はね、スキップチケットでもありがたかったんですけど、スキチケがね、リニューアルしてから、ちょっとスキチケ大丈夫ってなってきてましたよね。まあ、あるに越したことはないんですけど、もっと別のアイテムがいいなっていう、そういった声もありましたし、僕自身もそう思っておりました。はい。そんな時に運営さんやってくれました。やってくれたな。ガシャ交換ポイントにつきまして、ガシャ販売期間終了後に変換されるアイテムを以下のように変更いたします。交換ポイントの回収内容、1ポイントにつきスキップチケット1枚に変換されていたものを1ポイントにつき虹のハロコイン1枚に変換となります。やばすぎる。これはスキップチケットからどんだけ昇格してんだよって感じじゃないですか。めちゃめちゃこれ神修正だと思うんですけど、どうでしょう。まあ、僕今ね勢いで喋ってるんですけどね、ガトーのあの勢いのままね、体調がねちょっとあんまり良くないので勢いで喋ってるんですけど、これすごいでしょ。本当神対応。いや、やっぱりね、神運営さんですわね。僕初期化とかされちゃってますけど闇運営ってね言ったこともありますけど、やっぱりこの運営神ですね。うん。で、このスキップチケットなんですけど、某プリコネも全くね、同じなんですよ。ガシャ交換ポイントの残ったものはスキップチケットに変換っていうね。まだ変わってなかったと思う。で、プリコネも最初の頃はね、すごいありがたかったんですけど、今となってはね、もうスキップチケット何万枚って溜まっておりまして、もう全くいらないんですよね。そう、あまりに余ってるので。で、まだ改善されてないっていうね。そう、プリコネの唯一の汚点と言ってもいいところかな。うん。で、この有心ゲージって、まあ、何かとプリコネと似てるゲームで、で、まあ、プリコネの後を言ってる感じだったんですよ。天井もね。天井もプリコネ200、まあ、プリコネね、長らく300だったんですけど、去年ね、200になって。で、この有心ゲージもね、300だったのが、とりあえずイベント化して200になりましたね。めちゃめちゃ早いんですけどね、天井下げたの。うん、すごい評価できるとこなんですけど、まあ基本的にはプリコネの後を言ってる、そんな印象で。ただ、この部分に関してはプリコネの先を行きましたね。うん、スキップチケットから超上位互換の虹のハロコインに変換。変換すごい。いや、これは、ね、クランバトルでも虹のハロコイン手に入るようになりましたし、で、このガシャ引いた後でも、ね、多少ゲットできるということで、まあ、今後ね、虹のハロコインの価値が、まあ、下がっていく、まあ、結果的にね、こうやってクランバトル、そしてこの、ね、変換ポイント、交換ポイントで支給されるってことは、まあ、価値がね、下がってはいるんですけど、いやー、にしても、すごい、驚きました。うん、本当に神修正かなと。で、実施時期が2月9日アップデート後より、蒸気回収が適用されます。早くも明日から、ね、対応されるということで。いや、これはガトーガシャめちゃめちゃ引きやすくなった。虹ハロコインゲットできるんだったら、たとえ爆死でも、ね、今までよりも数倍の恩恵が得られます。はい。注意事項、2月9日アップデート後にガシャ画面に遷移した場合、交換ポイントは虹のハロコインに交換されます。2月9日10時59分までの間にガシャ画面に遷移した場合、スキップチケットに変換されますのでご注意ください。まあ、アップデート後からですね。はい。現在開催中のイベントガシャにつきましては、イベントガシャ終了後に交換ポイントが虹のハロコインに変換されます。なるほど。G3 ガシャね。G3 ガシャは明日終わるわけではないから。そういうことですね。なるほど。ああ、じゃあ G3 ガシャ引かれた方も嬉しいですね。来週になったら虹のハロコインゲットできるってことで。いやー、これはありがたい。めちゃめちゃありがたい対応してくれましたね、運営さん。これは
意外ね、明日こんなことがあるとは誰も思っていなかったことでしょう。はい、ということで、いやーこれはとんでもなく素晴らしい神修正だと思います。はい、いやこれは本当運営さん株を上げましたね。大きく上げたんじゃないですか。うん、いや楽しみですね。うん、アップデート楽しみでございます。ガトも来るし、ガシャ交換ポイントも変わるし、はい、といったね超速報をお届けいたしました。では今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオ。